ダルーイノプテルスは、ジュラギの中国北東部周辺に生息していた小型の翼竜。1八十九年、中国領年省立魔左県において、中生代の固定を発掘中に二十体を超える化石が出土し、研究によって二千九年に新種の翼竜であると報告された。子孫である翼竜、ケツアルコアトルスと同様に大きな頭部を持っているが、ケツアルコアトルスと比べて、 ランフォリンクスのように尾は、非常に、長く、体の他の部分についてもジュラキーゼンに生息していた、数種の翼竜の特徴を合わせ持っている。このことは、中世代初期には小型だった翼竜が、後期に至るにつれて巨大化していった、進化の空白過程を埋める、大きな発見となった。ダルイノプテルスという学名は、ダーウィンの翼を意味し、チャールズ・ダーウィン生誕200周年と著作の、 種の起源出版150周年を記念して、発掘と記載を行った中国地質科学院地学研究所の緑雲正と、イギリスレスター大学のデイビッド・アン・ウィンラによって、親族新種として命名された。化石の研究から、ダルイノプテルスは、原生のカラスとほぼ同様の大きさの翼竜であることがわかっている。その他、鋭い歯と長い矢後を持っており、 他の翼竜と同様に肉食で、原生の鷹などの猛菌類と同じ方法を用い、飛び立ったばかりの小動物を狙って捕食していた、可能性が高いとされる。また、地上での動きは鈍かったと推測されている。2011年1月、中国地質科学院地学研究所の緑雲正と、イギリスレスター大学のデイビッド・アン・ウィンダの研究チームがダルーイーノプテルスのメスとその卵が、 並んだ化石を発見し、この化石の研究から新たな二つのことが判明したと発表した。一つは、翼流の卵の殻は、原生鳥類のように、硬い殻ではなく、爬虫類と同じように、柔らかい殻を持っていたことである。子育てについても孵化したヒナを育てる鳥類と違い、卵を産んだ後は全く関与せず、孵化して間もなく独り立ちするワニやカメなどと同じ。 修正を持っていた可能性が高いことが分かった。もう一つは、翼竜の性別が見分けられるようになったことである。今まで発見された、翼竜化石の頭部には、戸坂の存在する個体と存在しない個体があった。それが、性別による差異らしいということは分かったが、どちらがオスで、どちらがメスかの区別までは明確な根拠がなく、不明だった。今回発見された化石は、 飛行中に何らかの原因で翼を負傷して墜落した個体であることが分かっており、卵はその際に体外へ排出されたものと推測されている。この化石には頭部にトサカが存在せず、これによってトサカを持つのは有個体だけであることが分かった。トサカ自体の主な役割は威嚇や求愛といった仲間とのコミュニケーションに用いられていたと考えられ、他の抑留についても ほぼ同様と見られている。カーザン、欲流の卵、柔らかい殻に覆われていた。ナショナルジオグラフィック日本版。ナショナルジオグラフィック協会。2017年6月23日閲覧。L、ジャンカン・アンウィン、デビット・エム・ディ・ミング、D ・チャールズ、ジン、ジン・シェング、リュウ、ヨング・チャイング、ジ・チャン、アン・エッグ、アダルト・アソシエーション、ジェンダー。 アンドリプロダクションインテレソース。サイエンス331、321から324、http:/science.sciencemag.org コロンススララッッシュスラッシュコンテントスラッシュ331スラッシュ6015スラッシュ321。ありがとうございます。